本動画をご覧いただきありがとうございます。水の秘境滝巡り。この動画では笠置不動滝をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。三重県南部熊野大紀町、地理上はギリギリ大高山脈にかからないこの地ですが、国道42号線沿線にはいくつか名のついた大きな滝があります。今回向かう笠置渓谷の笠置不動滝もその一つ。笠置渓谷までは一応案内看板などもありますが、複数回上がる箇所があるので、よく地図を見ながら進みましょう。到着しました笠置渓谷。陶芸工房とかもみじ茶屋などがありますが、現在営業の方はどうなっているのでしょうか。ぶっちゃけ笠置不動滝の尾滝はすぐそこです。鳥居をくぐって少し歩くと滝見台が見えてきます。日に当てられた緑とよく合う美しい景観。大きさも申し分ありません。足場がかなり滑りはしますが、横から滝の目の前まで行くことができます。
目滝へは御滝の滝見台の横から伸びる登山道を500メートルほど進んだところにあります。すぐ途中で笠木山の方へ伸びる道が分岐するので間違えないように気をつけましょう。両岸切り立った暗がりにかかる笠木不動滝目滝、傍らにあるお堂がいい感じです。時期ではなかったですが、桜と紅葉、岩と滝、笠木渓谷、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。